こんにちは、億万長者賢いご覧の皆様。確かにね、価値っていうのは相対的なもんなんでしょうね。私がですね、何かに価値を感じるとしたら、自分になくて、かつ自分が求めているものを誰かが持っている。ちょっとややこしいですね、この言い方は。要するにね、あらゆる人に、付加価値っていうのはあるんですよ。確かにあると思います。私はあらゆる人にあります。ただそれが求められているものかどうかっていうのは何とも言えないんですよね。例えば、わかんないですけども、けん玉がむちゃくちゃ上手って言っても、自分と出会った人がけん玉に全然興味がなかったら、その価値っていうのは埋もれてしまうんですよね。でも自分と出会えてないだけで、どっかにね、けん玉にものすごくその興味がある人っていうのいるはずなんですよ。そうなると、より有名になった方がその価値に気づいてもらえる可能性は高いなっていうことなんですよね。で、最近ね、私ね、こういう漫画を買ったんですよ。見てください、パラダイス学園って言ってね。なんかこれはね、こう私が小学校か中学校の頃読んでた、マガジンっていうね、漫画雑誌があるんですけど、あの中になんかお色気のコーナーってあるじゃないですか。あれの学園の恋愛ものとかのちょっとエッチなやつなんですけども、これね、今もうあんまり人気があるもんでもなかったんで、絶版ですよ、とりあえず。で、書店とか中古本にも並んでないんですけども、ただ今メルカリっていうのがありますよね。メルカリとかヤフオクっていうのは、より多くの方がより多くの出品をしてますんで、書店なんかよりも増刷してる。増刷って言ったらあれ、書籍がすごくいっぱいあるんですよ。書店っていうのにはスペースの限界がありますけども、そのメルカリっていうのはそれぞれの自宅にこの在庫が置いてあるわけですよね。で、自宅に在庫が置いてあるってことは、メルカリっていう会社は在庫の負担がいらないんですよ。ですんで、無限在庫と言ってもいいぐらい、そうですね、人の数だけ在庫があるって感じですかね。そうなると、本当にね、どなたかの部屋の隅っこにポロッと置いてあるものを出品さえしていただければ、それを知ることができれば、こうやって購入することができると。要するに、自分の持っているものが知られることによって、そこにその相対的付加価値を感じる人との出会いが起きる可能性が非常に高いんですよね。だから、インターネットを使ってビジネスをするっていうのは、自分がどれだけ発信するかなんですよね。もう何回も言いますけども、ね、自分自身を紹介するか、ある特定の会社を紹介するのか、それとも商品を紹介するのかってことをずっと繰り返していくと、あ、それが欲しかったんだ、そういうのを求めていたんだって方が、気づいてくれる可能性が非常に高くなるんですよね。だからアウトプットの回数をどんどん増やさなければなりません。ミスター M さんっていうガチンコマッチョクラブっていうね、私の速稼塾の中にもワンセクションある、その筋トレのコーナーがあるんですけども、中年で体重100キロ超えで、マッチョクラブってね、筋トレをしてムキムキになろうぜみたいな、そういうね、すごくアンバランスなコミュニティがあるんですよ。でもこれ会員数が9名ですからね、これ、3日ぐらい前に募集したんですけども、9名入ってるんですよ。すごいですよね、これはね。で、ガチンコマッチョクラブのミスター M さんっていうのは、別にね、スタローンみたいなマッチョでもなければ細マッチョでもないんですよ。で、本当にね、どっちかって言ったら、ちょっとデブなんですよね。で、自分でも中年のデブですって言ってるわけなんですけども、そういう方に筋トレを教わりたいって方がいらっしゃるんですよね。だからこれはまさに相対価値だと思うんですよ。この人とだったら何かできるかもしれないっていう風な形ですよね。でも筋肉ムキムキの本当にね、パーソナルトレーナーみたいな人がもしいたとしたら、あまりにも格が違いすぎるんで、ちょっとあんまり教わるのどうしようかなって思ったかもしれませんよね。ある意味、その自分よりも体重が重い人が一生懸命やって体を作っているのを見て、あ、自分にもこのトレーニングだったらできそうだなっていう風な、そのハードルの低さっていうものも一つの価値提供なのかもしれないですね。プロフェッショナルみたいなゴールドジムにいそうな人がね、こうやってくれるんではなくて、身近な存在の人っていう付加価値もあるのかなと思います。昔のアイドルさんみたいに、スターっていう感じのアイドルじゃなくてね、本当クラスメートにいそうな、近所にいそうな普通の女の子が、ちょっとね、そんなに上手じゃない歌を歌ってるところに、こう共感といいますか、その親近感があるというね、アイドルの姿もありましたよね。そういうのいろいろありますんで、本当にね、自分で価値を決めるんじゃなくて、まずやってみるということかと思います。
で、客観的に誰もが求めている価値を持っていればまたいいんですけども、なかなかそういうのはね、客観的に分かりやすい価値っていうのは競争が激しくなる嫌いがありますんで、世の中にまだ価値として認識されてない価値、こういった潜在価値っていうのを見つけられるか、もしくは見つけていただけるかのために、まあ、放送をね続けるのかもしれませんよね。それでは以上です。